はい、こんばんはでございます。はい、音声の方は聞こえておりますでしょうか。こんばんはでございます。はい、あ、えなさんやっほーです。はい、はい、こんばんはです。あ、すいません、なんかもうちょっと今日は、フルーツをアホのように食いましてね、帰ってきてから。ちょっとブドウ食いすぎ状態です。はい、あ、エラさんこんばんは。中耳炎が悪化すると難聴になります。うん、そうね、それもあるけど大変なことになっちゃうんだよね。メロンパンダさんこんばんは。チェンチェン。タモさんこんばんは、もいです。エラさん昨日寝落ちしてしまいました。いやいやいや、疲れてんだからいいんだよ。うん、寝ちゃっていいの。うん、時間が時間ながらに。うん、いやー、眠いかな。うんね。はい、ミサこんばんは。はーい、脳に行くんだっけ。んだね。うん、だいたいね、中耳炎はね、まあこの今日のテーマにしている真珠腫のね、真珠腫性中耳炎っていう病気なんですけども、まあこれはね、もう最終的なものなんですけども、まあもう顔面麻痺が出たりとか髄膜炎が出たりとか脳腫瘍、うん、まあそんな風な形になって、まあ、合併症が起きて死に至る、まあそんな感じですね。はい、うん、そうなんですね。まあ中耳炎はね、本当侮らないでほしいというのがあります。はい、あ、ヒッピーさんコンティニューコインありがとうございます。あ探しに来てくれんの、ありがとうございます。はい、いますよ。うん、どこかにいます。はい、ね、プチャンさんコンティニューコインありがとうございます。こんばんはです。はい、耳ポイってポイってほら最近寒くてヒートテック着て長袖カッターシャツ着て、その上にカーディガン着てるっていう真冬ですね。うん、まだ早いよ真冬は。うん、チャチャさんもいです。いや、あと10キロ痩せてから東京国際フォーラム行くっす。いや別にそんな1日で10キロ無理だからね。うん、まあでもあれかな、うんね、食べづわり発症など。そうだね、今ね、なんか今回はね、つわりつらいって言ってたもんね。うん、そうだね。なーに食べたらいいかな。あ、とりあえずね、言えることは、つわりの時はね、戻しても戻しても食べること。ね、もったいないとか思わないで食べること。ね。本当にこう、取れる限り栄養は取ったろうというね。あ、そうそうそうね、そう、フルーツ山ほど食ったりね。うん、いいと思うよ、いいと思う。うん。私もさっきね、ちょっとね、冷凍のね、ぶどうね、セビレムって言ってるやつ、ちょっと食いすぎて、ちょっと今なんか変な感じだわ。さすがに食いすぎた。あ、はい、出雲さんこんばんは。はい。うん。みんながね、暑いって言ってるのに、一人ずっとその格好なのに、鳥肌立ってる。風邪ひいてねえが、大丈夫かい。はいはい、ね。そう、私は背中のチャックから出れたら。着ぐるみ。うん、はい、あ、コンティニューコインありがとうございます。ぶどう、みかん、パイナップル、グレープフルーツからの、おー、キウイ食べたいですね。よこせください、先生、あれ、うん。パイナップルとかね、グレープフルーツはたまに食べるけど、なんかね、みかんはね、なんだろう、金額の割に量が入ってなくてね、ちょっとすごくなんかね、お得感がないんで、ちょっと私はね、なんかこう、お得感があるブドウとかブルーベリーとか、で、あと、まあ、ストロベリーも少ないんだけどね、うん、あとはあれかな、アップルマンゴーかな、うん、ね、あとは、ピンクグレープフルーツ。なんかね、ピンクグレープフルーツだけ安いですよ。うん、いずれもセブンアイですけどね。はい。そうですね、ほんと。お熱測りましょうね。ちょっとね、寒いってちょっと変なんでね。あ、中耳炎のことということで、お邪魔しましたということで。はい。ぜひぜひ、ちょっと聞いていってください。はい。鉛強い？なことないな。あ、そう、ルビー、美味しいですよね。ルビーグレープフルーツ美味しいですよね。美味しい美味しい。あ、粉炎あるから？あ、いやいやいや、なことない。なことない、なことない。粉炎がある
るからじゃなくて、なんかね、最近ハマってるんですよ。あ、そう、変に甘い果物は嫌いです。なんかわかる気はする。まあね、ただね、冷凍フルーツを食べていると、甘いものもそんなに甘くないんですよね。完全に凍っちゃってるとね。ただやっぱりもう、だいぶちょっとまあね、涼しくなってきてますんで、関東平野もね。さすがにそのままこう、ガブリ行くと、ちょっと冷たいんで、まあ、少しね、気持ち溶かしてから行きますけどね。はい。私はね、まだ妊娠はしてないと思いますね。はい。そう、酸っぱい果物も2回嫌いです。ああ、なるほど。あ、先生できちゃった。ちょっとね、最近ちょっとね、いろいろ思い当たることが、おいおい、待て待てって。カチンコチン。なんかね、そう、カチンコチンだとちょっとやっぱね、夏はいいんですけど、今の時期はきついですね。はい。うちの席のエアコン直撃のせいで、可能性、あ、それ風邪ひいちゃってんじゃねえな、本当に。ね。あ、だから野菜、果物は嫌いです。なるほどね。待て待てですね。はい。で、まあ今日はですね、まあ中耳炎の話してきます。で、このね、今日の中耳炎の話っていうのは、まあ最終的にはこの今日のお題になってます、真珠種。まあね、真珠みたいなこう種をね、ができる、まあ性のね、真珠種性の、中耳炎っていうところに行き着くんですけども、これはね、なんていうのかな。まあ、最終的にこうなっちゃうよってところなので、じゃあこうならないために、どうしましょうっていうお話でもあります。はい。でですね、まあ、一般的に見られる急性中耳炎。これはまあ、ね、4歳から5歳までぐらいですね。はい。2週間前くらいからずっと寒い。夜は普通なんだけど、昼間が寒い。それ、エアコンだな。ちょっと暖かくしていこうかね。その方がいいんじゃないかな。と思いますよ。はい。まあ、普通逆だからね。あんまりないからね、冬寒くて。あ、冬じゃねえやな。昼間は寒くて夜暖かいってあんまないからね。北海道の家の中じゃないんだからって感じでね。ほんと風だと思うな。そうそう。朝起きると両耳がぐしょぐしょ。ああ、それまずいな。受診とかされました？あとはあれですかね。お耳の赤は普段は乾いてる方ですか？それとも湿ってる方ですかね。まあ、それにもよります。普段ね、やはりその、お耳の赤が湿ってる方と、まあ、それから乾いてる方で、やはりこの、まあね、中耳炎になりやすさってものは、どうしても濡れてる方の方がですね、頻度が高くなってしまうので、湿ってます。あ、やはりね、そうするとですね、やはりまめにですね、こう、綿棒で、綺麗にしてあげないと、こう、ね、お耳の穴そのものが塞がってってしまいますんで、なんていうんですかね、それで通気性が悪くなり、というのが、いろいろ出てきます。はい。授乳中は中耳炎で何度も切開したな、乳児期はむせてよく耳に行ってました。乳幼児期は、そうですね、時間が短くて太くて、そうなんです、水平なんですね。だからどうしてもね、この時期に中耳炎というのは非常に起こりやすくなります。はい。そう、耳かきをしすぎてね、外耳炎というのもありますよ。はい、多いですよ。かさぶた剥がしてジュクジュクしている方、結構そうですね、見ますね。はい。あ、渡部さん、ありがた、なんだ、動くフレーム、ありがとうございます。こんばんは。はい。この桜なんかこう、綺麗ですよね、これね。はい。でですね、まあ、耳かきね、結構癖になりますからね、あれね。で、まあ、普通の急性中耳炎なんですけども、まあ、この、時事メディカルのリンクで参照させていただいた文章の方には、4、5歳の小児で多くって見られてますけども、まあ、ご存知の通り、4、5歳で多いとは言ってますけども、これ別に年齢に関係なくなります。で、特にそのですね、お耳の赤が湿っている方に関してはですね、非常になりやすいので、
これはすごく注意をしてください。どうしてもですね、お耳の穴からですね、細菌とかウイルスがですね侵入しやすくてですね、なんていうのかな、こう耳の管を通ってですね、中耳の穴、まあ、外の穴じゃなくてもうちょっと中の穴の方でね、こう菌が増えてしまうんです、細菌とかウイルスがね、うん、でそれでこうね、炎症を起こしちゃうのが原因なのが中耳炎です。はい、うん、太陽神戸三井銀行は桜銀行に変わります。懐かしいな。はいですね。はい、で原因はですね、まあそういう、例えばまあウイルスがね、その耳の管を通ってですね、まあ、なんていうのかな、その中耳の穴、奥の方の穴ですね。で、炎症を起こしたために起こるのが、急性中耳炎です。で、外耳道から細菌が侵入するものではなくて、例えばプールの水が耳に入、水に入ったとか、そういうのがね、原因で起こることはありません。うん、だから水が入ったことが直接の原因ではなくて、あくまで外耳道からね、外の穴ってことね、から、細菌が、侵入するわけではないですということです。あくまでその増殖してるんですね。耳の中で。うん。耳の中で増殖している菌が起こすのが原因です。はい。で、症状はですね、軽い時は耳が詰まった感じぐらいですかね。うん、で、軽い痛みとかなんかちょっと違和感があったりとかします。はい。最近耳のせいか、どのリンパがよく腫れて、喉のリンパね。はい。耳と、それね、それ本当にこうね、耳下腺が腫れちゃってることがあるんでね。それはやっぱ受診していただいた方がいいですね。耳下腺腫れちゃってると、やっぱりその中耳炎もなりやすくなってくるんで、うん、受診していただいた方がいいです。はい。耳下腺っていうのは本当にこうね、感冒症状を見極めるためにね、必ず、こう、触れて、確認するとこですからね。はい、コンティニューコインありがとうございます。息子は生後7日で中耳炎で発熱しました。うん、ありますね、たまにあります。はい、まあね、ちょっとまあ私のところだとちょっと他のことに気を取られてなんてのもありますけどね。うん、ありますね。はい、あ、ガオルさんこんばんは。最近トキちゃんの呼吸音が聞こえにくい。ガオ、うん、うん、あれなんじゃないの、うん、ガオロさんがあんまりこう、いじめるから、こう、なんか呼吸が弱くなってきたとか、そんなことはないですかね。うん、大丈夫ですかね。はい。で、うん、お茶。千葉県限定マックスコーヒー。甘いんだな、あれな。うん。あれは甘いわ。なんか糖尿病一直線って感じですもんね。はい。最近ラスカル先生の朝立ちネタを聞かない顔、うん、そろそろですか。いや、すごいしてますよ。うん、ただね、ちょっとね、表現方法をさ、そのまんまこう露骨にしても、なんかこう、お下品じゃないですか。だからこう、ちょっとね、こう、例えばこうね、血液大集合とかね、それからね、血液集会とか、血球集会とか、それからね、まあ、いろいろね、ちょっとネタがあるんですけど、ちょっとネタ尽きたんでね、ちょっと言ってませんけど、前にも増してね、結構な勢いで、増しております。はい。あ、そうですね。はい、そうです。はい、YouTube に音声が残るため、気を使っている。あ、一応ね、カットしてとは言ってるんですけどね、うん、知らんがなって言われます。はい。私の出現は、カットしてくださいと言ってますけど、知らんがなって言われて終わります。はい。まあ、表現をね、模索中ということでね、まあ、いいんですけどね。はい。うん。いや、歌で勃起させられても困りますけどね。まあ、歌わなくても全然普通に起きるとね、勃起してます。うん。ね、こうね、たまに息子と一緒にこうね、寝て起きるとね、息子もね、男だなと思う時があったりとかね、やっぱな、男って、いいなと思ったりしますね。ティンティンをカット。まだ使いますよ。
うん、まだまだいける、うん、多分大丈夫、うん、ね、 No うんこてんてんそうなるよ。あのね、ほんとね、あの小さい頃とかね、そうだな、すごいね、うんこおしっこおちんちん大好きでね、本当に面白いですよ。はい。ただまあね、あのちょっとお姉ちゃんたちにね、こう怒られるんで、なんかその辺はこう自制してるみたいですけど、やっぱり好きなんだろうなと思いますよね。はい。あ、36度キューブだった。ちょっとやっぱ熱あるね。平熱低いって言ってたもんね。まあ少しちょっとお休みになりましょう。はい。それでですね、症状です。中耳炎、急性中耳炎ね。軽い場合は、ちょっと耳が詰まったような感じで、軽くちょっとね、聞こえにくくなります。で、お熱が出るときもですね、ありまして、炎症が強いときは、中耳腔にですね、膿がたまり、鼓膜を圧迫するので、鼓膜は充血して、水泡、水ぶくれのようになります。で、それでですね、激しい痛みが出るんですね。はい。で、海に圧迫されて鼓膜が自然に破れると、痛みや熱は収まりますが、海が耳垂れとなって、流れ出てきます。痛みを表現できない、乳幼児は、しきりに耳に手をやったり、機嫌が悪くなったり、吐き気を催すようなことがありますっていうのがね、症状ですね。はい。ま、わかんないでくださいよね。はい。聴診器でコピンタイマーしませんよ。ブラック&カカロットさん、こんばんは。はい。うん。で、ですね、トキちゃんの最後の言葉は、入れて、いや、はい。プブブブブってね。そう、デコピンはしないよ。デコピンほんとやめてね。ダメだよ。鼓膜ほんと痛いんだからね、あれね。真剣に聞いてますからね。やめてくださいよ、それはね。そう、海の出る病気は漏れなく痛いです。ティンティンの海も出る病気も淋病も痛いです。確かにね。なったことないですけど。明日、ファンキーフライデーだから、トキちゃんを連れてっちゃダメだよ。まだ死んでないからね。はいはい。ずっと頭は、鈍い痛みが、続いている感じだけど、女の子になっているから、それで痛いのかなって感じですね。やってなって、あ、なるほどね。そしたらね、ちょっとあれだよ。ちょっとお薬飲んでみようよ。だいぶね、楽になるかもしれないからね。まあ、聞かないときは聞かないんだけど、気休めで、ね。聞いたらほら、ラッキーだからね。はい。鼓膜が破れたらどうなるんですか？また生えてきますか？はい。またちゃんと生えてきますよ。だからちゃんと耳鼻科で処置してくださいね。そうじゃないとね、膿が残ってたりして、どんどん中耳炎が進んでしまうことがあります。なんで中耳炎がね、自然に治ってしまうってね、こう皆さんね、よくね、思ってしまうかもしれないんですけど、これね、滲出性中耳炎っていうところにね、再発を繰り返すとですね、進行してってしまうんです。で、大体ね、まあそうだな、まあ、ね、ペニシリン系の内服とかね、いろいろまあ、抗菌剤を使って、まあ、まあ、お耳の方のね、腫れがね、悪化しなかったようにする、したりとか、まあ、鎮痛剤使って痛みをね、止めたりとかしていきます。ただ、鼓膜ね、こう、切開した後ですね、鼓膜通常数日で塞がるんですけども、これ一回やってしまうとね、繰り返しやすいんですね。だから必ず、抗菌剤のですね、まあ、これも、ここでもですよ。ここでも、また、昨日とちょっと同じような話しますけど、おとといかな。抗菌剤をやめないでくださいって話ね。抗菌剤の内服とかはね、必ず自分でやめず、医師の指示に従ってください。痛みなど、急性の症状がある場合は、入浴をしないで安静にしますということです。はい。でですね、実はここでも予防のポイントがですね、一見関係ないと思うかもしれないんですけども、ですね、中耳炎の予防ってね、手洗い、うがい、それからね、火事をこじらせないことなんですよ。そう。で、結局ね、お口も繋がってますから、鼻もね。で、鼻腔炎では、鼻の治療を根気よくするっていうね、ことが必要で、
まあ、あの、急性、それの原因でね、就学前までにはですね、多くの乳児が、急性中耳炎にかかったりとかしますから、口、鼻、耳、まあ、この辺全部繋がってるってことを考えていただいてですね。はい。そうですね。はい。そうよ。あの、聴診器はね、数万から平気でするんだからね。安いの使ってないからね、んだね。あの、ちゃんとしたあの現場ではね。はい。されたことはない。だから鼓膜はね、ちゃんと入ってきますんで、耳鼻科受診してくださいね。はい。あ、雨の降る前の頭痛の前兆が来たということでですね。はい。指トントンなら聴診器破れない。破れないとか破れるとかじゃなくて、あの、そういう道具じゃないから使い方やめてほしいかな。そうね、トキちゃんは人を助けるから優しくてやらしい人が多い。そうね。まあ人間みんなやらしくないとさ、ね。カビから誕生した抗菌剤ペニシリン。そうですよ。青カビからね、誕生したんですよ。はい。ラスカラ先生は人を助けた後に、恩着せて性行為に持ち込むやらしい人が多い。おいおい。いいな、それ。でもそんなことはしませんよ。はい。鼓膜は破れても回復する。だが癖になると。そうなんですよ。だから、やはりしっかりね、耳鼻科に行ってください。耳鼻科できちんとその、処置をして、ね。再発をしないようにしないと、これね、滲出性中耳炎になっちゃうとですね、もうどんどん繰り返してきますから、繰り返さないようにするためにもね、ちゃんと抗菌剤をしっかりと飲んでいただきたいので、そうなんです。鼓膜がね、自然にね、破れると予後が悪いんですよ。そう。そう、痛みがある場合は入浴をやめときましょうとね。そうです。はい。そう、鼓膜ね、ほんとそうなんですよ。自然に破れるとね、なかなか治りが悪いので、なるべく早めに行って、耳鼻科でね、痛いって言ってる頃に耳鼻科に行って、こう、耳鼻科で切開した方がですね、早く戻ります。はい。そうね、そう。宗方先生、ペニシリンが何でしたっけ、忘れちゃった、ドラマの名前はい。最近がそうですね、中耳に炎症を起こすって認識でいいの。そうです。はい。決して外からお水が入ってきたから中耳炎になるとか、プールの水が入ったから中耳炎になるって考えではないです。もともとその細菌が中耳に行って炎症を起こすっていうのが中耳炎の考え方です。ね、はい、明日は救急学会国際センターの一般参加のところに、そうですね、いますよ。はい。本着せなくていいから、その結構来ますからね。はい。まあ会場も広いですしね。奈良先生、こんばんは。口、鼻、耳、肛門まで直接つながってるのがドクターラスカル先生です。いや、直接はつながってない、嫌だし、そんなの。赤い電車は、変な歌を歌ってドライブレコーダーの映像を、情報提供し、警察で変態男と言われているトキちゃんはこの世の何者でもない。何やって、登録商標いつしたの。登録商標、何月ぐらいだったかな。でもまだ多分あれなんじゃないかな、降りてきてないんじゃない？書類は。でもなんかね、なんかメールは来た。受理されましたっていう。なんかダブってると受理されないらしいですね、あれね。中耳炎になりかけて、耳鼻科の、嫌いで行きたくなったから、謎に自力で直したっていうか、いつの間にか。なるほどね。あ、コンティニコインありがとうございます。ラスカル先生 R じゃないんだよ。ドクターラスカルの R と、それから隣のラスカルの R ね。そう。なんで、それをやったかっていうと、私ちょっと昔ね、それで結構ね、嫌なストーカーに会ったことがあるんで、商標を取ってパクられないようにしました。はい。別にラスカルって書くのもいいし、全然いいんだけど、ただこう自分のね、そのネームで、こうね、いろいろとね、まあなんていうのかな、
嫌な付きまとい行為をしてくる人がいたんでね。はい。行こうとすると、治った、見たくな、ん?見たく、ん?治った。見たくなって、行かなくなってしまうので、耳鼻科行ってきます。そうですね。行った方がいいですよ。風邪も耳鼻科の受診の方がいいですか?どちらでもいいんですけど、耳に何か症状が伴う人、例えば耳がすごいいつも痛くなるよとか、そのね、耳下腺がすごいいつも痛いよっていう方だったら行った方がいいかな。やっぱり耳について奥まで見れるのってやっぱり耳鼻科なんで、どうしてもね、その、内科とか、まあ、小児科だと、そこまで耳鼻科の領域をしっかり見れないのでね。はい。女体を洗う、アライグマ。洗いてぇなぁ。そんなこと聞いてないですよね。はい。新しい抗うつ剤が、発売準備中。トリンテリックス、一般名、ボルチオキセチン、そうか。セロトニンサイトルコミ阻害薬、セロトニン受容体調節作用を中心に、ノルエビフィリン、ね、はい、ドーパミン、アセチルコリン、ヒスタミンの、そうか、有利を調整する。複数の薬理作用を合わせ持つ初めての、かつ、唯一、まあね、すごいですね。確かにね。RR。もう来ねえよ、来てよ。トキちゃんはサンキューホーン。ああ、なるほど。ジンって、ジンでしたね。ありがとうございます。思い出しました。はい。イレさん、こんばんは。はい。もうデコピンやっちゃダメだよ。はい。ちなみに、救急処置のとこでは、プロレスの蝶の選手が、そうそう、来ますよ。いや、多分そっちにあんま行かないと思う。聴診器をデコピンしちゃダメダメ。受理されました。受理はね、されてます。はい。だからまあ、受理されてるんで、もともと遅いんですよ、ああいうのって。すんごいね、ああいう商標の申請関係とかすごい遅い。なかなか戻ってこないから。だって要するに、通知よりもネットの方に先にアップされるんだから、意味がわかんないよ。そうそうそう。アトリンテックスのことは、書いてありました。私個人の意見ですが、風邪の症状は、そうですね、耳鼻科の方が治りに早いですね。内科よりも好きです。なるほどね。どちらでもいいと思います。花粉症の時期になっちゃうとね、ちょっと混んでるんでね。まあ、ちょっとなんかっていうのありますけど、耳が詰まった感じがするとね、早朝にかかると、早朝に治ります。早期にかかると早期に治りますね。はい。すいませんね、ちょっと今日なんか読みにくい。多分ときちゃんはソファーで寝ている時にも、情熱大陸の音楽がかかると、腰を、なるほどね。そうなんだ。眠くなると副作用とかもあるのってことですね。R だと、なるほどね。はい。そうですね。はい。トリンテック、ファンキー、お尻に、アバシストしちゃうぞ。ラスカラ先生とトキちゃんが下ネタ話したら、いやいやいや。はい。ガオルさんおやすみなさい。はい。はい。ムニューってことでね。はい。で、次ですね。これか。はい、すいません。ちょっとね、慢性、可能性のね、中耳炎についてのお話もちょっとしてしまいます。急性の中耳炎がですね、治りきらずにですね、鼓膜に、線香って穴、が残ってしまって、最近の感染によるですね、炎症が、反復、慢性化して、耳だれを繰り返す中耳炎のことを言います。これ何度も何度も繰り返しちゃうんですね。さっき言いましたけど、繰り返しちゃうっていうのにね、本当にこれなっちゃうことね。で、そうすると、炎症が慢性化してしまってですね、中耳腔に、肉毛って言われるものができます。で、そうするとね、耳の中に入っている小さな小骨があるんですけども、それがですね、動きが悪くなったり、それが壊されてしまったりします。で、それの治療法はですね、やはり抗菌剤と、
なんだろう。うん。まあ、天日剤ね。で、直していくんですけども、その中のね、分泌液をまず取り出すというのが非常に大事になります。なのでね、これもだから早い時期にね、中耳炎に関しては耳鼻科に本当に行ってください。うん。で、これはもうね、耳だれを停止するためのもうここまで行っちゃうとね、手術です。うん。はい。なので、まあ、この手術は全身麻酔科において行うことが多くてですね、まあ、ね、されると中耳炎といってもね、そこまで行ってしまうとね、うん、そうねえ、肉毛がね、でやっぱできるとね、ちょっとなかなか、治りにくいです。はい。夜景の綺麗なスポットに停車して、ゆさゆさ揺れている車を見かけると、夜のカーワックスと呼んでしまいます。そんな時代もあったよ、俺も。ね、あれはあれでね、いい思い出だ。ね。ちょっとカーワックスしてくる。なんでそんなにね、まあいいや、はい。はい、治療です。ですね、まあ、そうか、手術が必要になると話しましたね。はい。で、学校でのね、水泳がちょっと中止、禁止になっちゃいます。しばらくね。なのでね、必ず中耳炎は早く治してしまいましょう。で、手術はね、大きな貢献しますけど、術後しばらくこれ、プール入れませんからね。非常にこれはなるべく早めに、急性中耳炎をね、悪化させないようにしましょう。慢性可能性中耳炎になってしまうと、やっぱり手術がどうしても必要になってしまうことが多いので、で、治りも遅いです。で、まあ、手術してね、ちょっと様子見てってなるので、はい、ぜひね、そこは、そうです。窓が曇るんだ。謎。いや、あれはね、きっとね、暑くなってるからですよ。水曜日の体育、ソフト、ピッチャーしてて、打球ライナーが足首のちょい上に当たったから、バリ痛い。あと、その後に自分が打席入れて入った時に空振りして、したバットがそこに当たってさらに痛い。やっちゃったね。痛いね。市民講座の応募フォーラムなんだけどさ、いいんじゃない別に。何書いても別にあそこは大丈夫ですよ。はい。ナスカル先生のファンだから。誰じゃそれってなるから。まあ別にいいでしょう。はい。目の手術の後もプール禁止。そうですね。目も大体禁止です。で、耳の場合はね、ちょっとこれはね、ちょっと長いですよ、禁止期間が。傷が塞がれいいってもんじゃないんで。はい。青カウントどっちがいいんだろう。そうですね。まあ、その自然の度合いによりますね。それから、先発するたびに耳に水が入って調子が悪くなります。あ、なるほどね。そうすると、ちょっとね、頭を洗う角度をちょっと変えてみるのいいかもしれないですね。例えばこう、普通だとね、こう、大体直立した感じで少し頭かがめるぐらいだと、やっぱり耳に水入ってってしまうので、例えば、そうですね、まあ、私おすすめしてるのは、こう、美容室みたいにね、こう、完全に下向いちゃうっていう方法をね、おすすめしてます。はい。美容室とか床屋さんかな。美容室っていうか床屋さんだよね。っていう風におすすめしてますね。本当に耳に入らないよう、ね、に。あとは、そうね、物理的にちょっとこう、そこまでちょっとやりにくいかと思いますけども、例えばそのほら、ちょっと介護で使うね、シャンプーハットみたいのをちょっと使ってみたりとかね、まあ、なるべく水が入らないようにするのは、良いと思います。はい。ちなみに夜のカーバックスをしている車を見かけると、私たちのようなジモティがこっそり車を揺らすので、地震と勘違いしたカップルが慌てて裸で出てきます。ああ、なるほどね。若い時は楽しいだろうな、それもな。息するとプスープスーってなるから自分の声がうるさくなる。あ、なるほどね。見たいだよね、確かにね。スケキヨのように頭を洗えと。ねえ、聞いた。奥さん聞いた。あ、スケキヨじゃない。スケキヨじゃなくて、なんていうのかな。
でもさ、七瀬先生さ、耳にさ、水が入らないように洗うって言ったらさ、片方ずつ洗うとかさ、そんなんしかないですよね、対策。うん、あと介護用のシャンプーハット使うしかないでしょ。多分それが一番完全だと思うんですけど、いかがでしょうか？ご意見いただければと思います。はい。もう来てくださいね。はい。明日の救急学会行って、いらない。そんな衣装いらない。普段着で来てください。うん。それやってみたいということでね。はい。耳おかしいのかな？耳鼻科まだ行ってない。うん。時々なる。あ、行きましょうね。耳鼻科はほんと早めに行きましょう。耳栓か。どうです？でも、七瀬先生。耳栓ってスポンジ多いじゃないですか。だから、耳栓に今度水入っちゃうと思ってやこしいかなとか。どうですかね。ちょっと私もちょっとその辺があまりわからないので、むしろご相談したいぐらいですね。耳に入らない。そう。そう、揺らされる方は嫌だな。外から揺らす方は。そうですね。気圧に過敏な方もいますしね。検査を受けられた上でね、少し上の生活、そうですね、丁寧にね。はい。そう、一緒に揺らされたい人生だった。確かに揺れたいね。いいな、みんな揺れられて。俺も揺れたいよ。本当ね。はい。それはいいとして、はい。ですね、さらにですね、このですね、慢性中耳炎、可能性のね、悪化させてしまうとですね、難聴がさらに悪化します。さらに耳が聞こえなくなっちゃいます。で、手術をすれば再生することは、ほとんどなく、手術することでほとんどなくなりますけども、18歳未満の場合ですね、これ育成医療の制度の対象になってますから、必ずね、こう、なるべくこう、若いうち行っちゃいましょう。直しちゃいましょうね。この中耳炎、かなりね、きちんと、なるべく年齢の若いうちに、慢性の中耳炎、は直してしまいましょう。もうそのね、中耳炎をほっといてね、ちょっと悪化させちゃったのはしょうがないんで、まあ、それはそれできちんとね、治療して、大人になりましょう。ね。成人期に移行していきましょうという感じになりますね。はい。誰か一緒に国際フォーラムに行こうぜ。あ、多分一人で来ても大丈夫ですよ。結構いますから、人。はい。それからですね。じゃあちょっと、ですね。真珠性。真珠腫性中耳炎と呼ばれます。ぼっちな一人が多いところに行くと、ほどるんだと。確かにね。まあ、でも大丈夫じゃないかな。毎回ね、なかなかいいですよ。人の入りは。まあ、毎回って言っても去年行ってないんだよな、確かな。確か去年救急学会行ってない気がする。はい、そうです。ジュルジュル出る系ね、収縮性中耳炎ですね。はい。そう、収縮性のね、中耳炎っていうのも、じゃあちょっと、まだお時間あるので、ちょっとお話ししてしまいましょう。発症のピークはだいたい3歳ぐらいですね。耳の痛みを伴うことがないんです。これがちょっと特徴でね、わかりにくいんです。で、ただですね、子供に多く見られる中耳炎ですが、高齢者でもまた増えてきます。抽出液が出てくる。ほんと抽出性中耳炎というぐらいですからね。で、暗く濁って見えます。で、ちょっとね、耳が聞こえにくくなります。で、そしてね、特徴、これ、自分の声がね、よく聞こえます。自声強調って言うんですけどね。で、またこれもやっぱり再発しやすいです。で、難聴の期間が長くなると、子供の場合はですね、学習に影響してきます。はい。そうですね。やはりね、耳とね、鼻と耳をつなぐ、穴は普段閉じてるんですけど、唾を飲み込んだりとかですね、解放されて、中耳腔のね、圧が大気圧と同じようにですね、調整されてますが、腫れたりとかね、扁桃炎とかね、そういう時はですね、入り口が塞がって、炎症するとですね、まあ上がってきます。その結果ですね。まあ、いろいろあるんですけどね。腫れたりとかしてくるんですね。上喉頭とかがね。その結果ですね。血管から染み出した、中耳腔に溜まるんですね。抽出液がね。
あ、浸出液ね。うん。はい。という風になってね、浸出性中耳炎ってのを起きます。痛みないんですけど、その耳だれ。うん。それでちょっと注意してください。年齢のすごく低い子、それから高齢者の方、両方、これはですね、かかる病気です。はーい。うん、はい。はい。ね。うん。浸出性中耳炎。耳で真珠ができるんですか？うん。真珠みたいなね。うん。やつね。はい。うん。ですね。胸骨圧迫だ。まともにやっぱり2分で、すごく疲れるぞ。ほんと疲れますよ。胸骨圧迫は疲れますよ。ほんとに。はい。アメロンパンダさん、ごくフレームありがとうございます。はい。チューチュースタンプ、ありがとうございます。耳にえのき、うん、ありますね。はい。鼻にもできますもんね。副鼻腔とかね。はい。キャス君、ありがとうございます。あ、ごくフレーム、ありがとうございます。はい。しんたけって、ほらほら。はい。でですね、ですね、この、真珠腫性中耳炎。はい。真珠腫性中耳炎ね。なんかおかしいな。この病気はですね、外耳道の鼓膜の皮膚が、内角としてこう袋状になって、中耳道に入り、そして増殖します。この袋の中には、耳の垢が溜まって、真珠のように輝き、腫瘍のように見えるので真珠腫と呼ばれています。真珠腫が、中耳内に侵入して、小腸骨ですね、さっきから言ってるこう耳の中に入ってるちっちゃい骨を破壊すると難聴になります。これ音を伝える役目してますからね、非常にですね難聴になりやすくなります。はい。それからですね、はいはい。そうですね。あとですね、バランス感覚、三半規管がね、ちょっと壊されます。炎症がね、さらに耳の奥に行くとですね。あと、音感難聴を起こしたりとかもします。で、その時にですね、こう、耳の外からですね、空気圧を開けると、かかったりするとね、例えばほら、トンネル入ったりとか、そういうのいろいろありますけど、ちょっとね、めまいがグボーンとしたりとかします。はい。で、もう悪化するとですね、顔面の神経の方に感染が悪化していってしまうと、顔面の神経麻痺、さらにですね、頭蓋内にですね、感染が、頭の骨の中に入っていってしまうと、髄膜炎、ね、この間お話しした髄膜炎、それから、脳腫瘍、で、もう死に至るようなですね、病気に発展していってしまいます。で、もうこうなっちゃった場合はですね、もう耳鼻科だけじゃなくなっちゃうので、やはり、全身麻酔科ので、ね、中でですね、やっぱり真珠腫を全摘して、だいたい2回ぐらいに分けて手術します。うん、ただすごく予後が悪いです。何回も手術することがね、あったりします。はい。豊作、チンチンだけ大量発生。あ、いえいえ、そうなんですよ。はい。真珠性、そうですね。主治医、はい、東京国際フォーラム往復で1000円、地形な、地形な。ちなみに自宅から往復で1000円で行けねえで、国際フォーラム。多分ね、一番安く行ってね、いくらぐらいするんだろう。うん、まあでも1000円は出ますね、往復で。うん、チンチンだけ、うん、チンだけ、うん、違う違う、はいはいって感じですね。はい。はい。まあね、豊作祈願ね、な感じですね。はい。耳の病気って、これすいません、ちょっとね、記事から外れます。耳に関する病気、ね、耳に関する病気って、最初は結構大したことないんですよ。で、意外とこうね、痛み我慢できちゃったりします。でも、その我慢した結果、痛みがもっと増したりとかするようだったら、それはもう絶対受診してくださいね。耳鼻科領域の病気っていうのは結構大事になることがあります。で、耳鼻科領域だけじゃないんですけど、あと鼻とかもね、そうなんですけれども、意外と皆さん軽く見ます。この間の鼻のお話、それから耳のお話、目の話、それから口のね、関係の話。東京国際フォーラムね。あ、ドミンゴのコンサートで来られたことがあるということでね。だけど、いろいろやってますよね。うん。
そうですね。ポリープ状なんでね、そうです。切り取った方がいいんですよ。うん、切除必須。そうです。はい。うん。で、なんていうのかな。あのね、初期症状できちんと治してければそんなに心配する必要ないんですけれども、これね、結構、まあ、お子さんだとね、こう、いっぱい泣いたり騒いだりするんで、まあ、意外とこうね、ちゃんと治そうってなるんですけど、やはりこう、繰り返してしまうとね、やはりちょっと、まあ、まずいかなっていうのが分かったりします。お子さんだとね、結構通うようになるんですけども、これ、ご年配の方とかだとね、やはり繰り返しが始まってしまうと、ちょっと痛みにも鈍感なところがあったりするので、なかなか気づいてあげられないことがありますから、耳だれとかですね、そういうのが起きていた場合は、すごくですね、こうきちんとチェックしてあげることが非常に重要だと思います。あ、エリー先生、こんばんは。キャス君、ありがとうございます。はい。ね、で、中耳炎も本当に悪化するとですね、本当に全身麻酔で手術をするとか、そういうことになってしまいますから、そうなる前にね、で、18歳まではね、しっかりね、そういった中耳炎のね、慢性になってしまったものに関しても、可能性のものに関してもね、きちんと養育医療の対象になりますから、ね、お金もね、ね、そんなに心配しなくてもいいうちになるべくきちんと耳はね、直してしまったりした方が良いかなと思います。はい。で、まあね、あとね、まあこういう、まあ例えば何かこの病気が悪化してしまって、非常にそのお金がかかるとかね、そういうご心配とかね、される方とかは結構いらっしゃると思うんですけれども、いろいろなね、そういう医療制度ありますから、きちんとですね、まあ、あんまり正直言って医者とか知りませんから、うん。療育制度に関してはね、医療相談窓口とか、うん。そういうところがよく知ってます。ですから、ね、ちょっとご面倒かもしれないですけど、ちょっと治療費がね、多くなるなと思ったら、まあ、医療相談窓口とかに相談していただくと、いろいろなね、制度、うん、国の制度であるとか、それからお住まいの都道府県のね、支援の制度とか、そういったものをね、きちんとご紹介させていただいてます。あと、まあ、保険組合によって、こんな制度がありますよとかですね。うん、若干国語と憲法で少しね、同じ制度はあるんですけど、呼び名が違ったりするんで、まあ、その辺はね、把握してますんで、そういう病院のね、医療相談とかね、そういうところに、ご相談いただければと思います。皆さん思ってる以上に医者はあんまり知らないんでね、そういう制度に関してはね、うん、あったような気がするなーぐらいしかね、わかんないことって結構多いんでね、はい。嫌だな、国際フォーラム行ったら、一瞬で BMI を計算されて、運動療法とかいいされそうで、痩せそうに言われて思われませんで、医療費が3とか言われます。ないないない。国際フォーラムってどのあたりにあるんですかねって調べたら、すごいところにあるねって。東京全然わからんけ、すごい、すごいんかどうもわからんけども、公共交通で行くと往復10時間、4万円弱だった。行くことないからいいけど。うん、国際フォーラムはですね、あそこは昔の、東京都庁があった場所です。で、その東京都庁があった場所をね、まあ、非常にいい場所でしたから、東京駅と有楽町駅の非常に一等地のいい場所でしたので、まあ、売却して、まあ、有効的に使おうということで、あそこに、フォールができたんですね。うん、が、東京国際フォーラムです。今、都庁新宿にありますけど、その前はね、都庁はそこにありました。はい。うん。あ、そうですよね。そもそも昔の東京都庁がわからないですよね。あ、そっかそっか。昔の東京都庁が国際フォーラムのあった場所にありました。はい。うん。結構ね、ちょっと古めの、一言で言うと、あんな一等地になくてもいいんじゃねって場所にありましたね。はい。ものすごいやっぱり一等地ですからね、あそこはね。はい。うん。そう、皇居が近くにあったら、とりあえずすごいか。うん、そうですね。皇居ってなんかね、独特のこう、パワースポットですよ。うん。私もあれかな、こう、一番、こう、なんていうのかな、パワーをもらいに行く場所？皇居かな。
結構ね、皇居ってね、本当なんかいい空気流れてますよ。もう気が流れてるっていうか、なんていうか、まあ私あんまそういうの鈍いんですけど、なんか皇居に行くとこう気分すっきり晴れ晴れって感じになりますね。まああとはあれですかね、日光東照宮とかね、はい、うん、西日本もいっぱいありますよ。あ、東京 国際フォーラムはね、そう、東京駅まで行けばわかります。東京駅と有楽町駅の間ぐらいです。で、その東京駅と有楽町駅がですね、間がまあ、1点何キロかな、ぐらいしか離れてないんで、本当すぐ近くでございますんで、どちらかっていうと、ああ、でもどっちも近いかな。ですね。はい。本当に近いですよ。すぐわかります。はい。線路から見えますんでね。はい。あ、皇居行ってみたいなってことでね、皇居広いですよ。はい。有楽町駅の方が近いよね。まあそうですね、気持ちね。そうですね、東京駅から徒歩数分くらいみたいよってことでね。はい。どっちからも大して変わりません。駅と駅の間がそもそも離れてないんで、東京って信じられないくらい駅と駅の間が短いんでね。そう。そうそう、ね。はい。って感じですね。はいはい。まあ、そうね。まあ、今はね、結構、まあ、そんなに今電車混まなくなりましたからね。そうですよ。東京と有楽町は歩いていけるので、ほんとどっちでもいいです。はい。で、ちなみにその間にね、ちょうど中間ぐらいのとこに京葉線の、ね、すごい地下深くですけど、東京駅があるぐらいですから、まあどっちでも本当いいのかなって感じですね。そうです、そうです。はい。ラピュタを見てないからわかんないやってね。その国際じゃないね。まあ、国際持ってても儲かんないからね、今ね。まあね、そういうのもありますけど、はい。まあ本当中耳炎とか、あと鼻ですね。特にその、小学生から思春期までにかけてしっかり治した方がいいなーっていうのはやはり鼻です。それから耳、あと目、あとは肺かな、あと歯の矯正とかもね、あんまり早くやりすぎちゃってもって思うんですけど、まあやっといた方がいいのかな、特に女性はね。ドクター・ブラスカルが、先生が皇居歩くと、不敬罪で、即日刑務所に行くので、内心ビクビクしている。そんなことはねえ。ラスカル、アウトー、でてってって。俺はあれかい、年末のあれかい。そう。夜、そうですね、夕方の6時からになります。来てくださいね。あ、歯一本ないんだ。あ、そっかそっか。でもね、なるべく歯はね、綺麗にしといた方が、後々いいかな。結構、抜けてくるからね。はい。女性は性行為の際に電気を消してほしい。正常位だと眩しいから。なるほど。そういうことだったんだね。眩しいんだね。そっかそっか。さて、帰ろうかな。チラってことでね。はい。そっか。なるほどね。正常位だと眩しいからなんだね。なるほどね。まあね、本当に、あんまりちょっと軽く見ないでほしいのが、その、まあ全体的に軽くは見てほしくないんだけど、特に耳ね。耳。本当、耳、目、鼻。で、特にその鼻がね、いつも詰まってるって、これすごく軽く見られがちですけど、本当に危険なんで、ね、ずっとこう鼻が詰まってるような感じの人は、変な話ですけど、耳鼻科とかアレルギー科とか行ってて、ずっとこう、ひたすらコーヒスって言ってね、アレルギー対策の薬を出されてるような状態がずっと続いてるようで、それでもこうなんか、なんか自分の中では改善しない、なんかちょっと食べるね、なんか食べ物の味が変わったりとか、鉄の味がするとか、そういうのがしてきたら、それ言ってください。かかってる病院でね。それでもこうね、あんまりこう、薬の出し方変わらないようだったら、初回以上もらってね、
例えばアレルギー科の先生だったら耳鼻科のね行くとか、耳鼻科の先生だったらね、まあちょっと大きな病院のね耳鼻科紹介してもらうとか、そういう風にねしてください。そう、鼻が詰まってるとね中耳炎も起こしやすいですし、うん、あとねやっぱりいわゆる昔で言うね、あの蓄膿が非常に危険。うん、今はあの薬で治るけど、それが薬で治らない蓄膿がいたとしたら、それえらいことだからね。うん、なんかね、永久歯が横になってて、降りてきてなくて、乳歯抜けちゃってるから歯がないっていう。あ、うん、そしたらあれだね。抜いて、ちゃんとそこを歯、インプラントかなんかした方がいいね。歯は大事だよ。ほんとすごくね。そう、鼻が詰まってると中耳炎になりやすいですよ。はい。いや、肛門には住んでないですよ。はい。すべてに小さな卑猥が住んでませんよ。はい。そう、鼻詰まり気味だから、近いうち、相談しに、うん、そうですね。その方がいいですよ。はい。なかなかね、やっぱりね、鼻って自分ではね、わからないですからね。ほんと。うん。そうです。今書いていただきました。ね。薬で治らない副鼻腔炎、蓄膿だと、そうですね、鼻中隔っての手術が必要になったりします。そうです。ドクター・ラスカルの永久歯、その永久歯じゃなくてね、殺さないでくださいね。鼻カタルで、鼻カタルっての、大昔に言われたことがある。あ、そうなんですね。うん、耳鼻咽喉科で大丈夫ですよ。うん。鼻も耳も喉も見てもらうのに。うん、そうです、そうです。いいです。ちゃんと大丈夫。耳鼻咽喉科ですから。大丈夫ですよ。はい。うん。そう。副鼻腔炎を繰り返すとね、熱が出やすいんです。そうなんです。はい。私は着ぐるみ状態。背中にチャックがついている。なわけやない。ティンティンも抜きましょう。なんか、歯医者さんも最近、無理になって行ってない。行かなきゃってのはわかるんだけどね。うん。あのね、とりあえず、歯は手入れしましょう。きちんとね、歯石を取ったりしないとね、他のね、循環器の病気の原因になったりするんでね、歯石とかきちんと取りましょうね。年に一回ぐらいは最低行きましょう。なるべくなら半年に一回ぐらい。うん。あ、人と関わるの苦手か。まあでも、そんな時はさ、ちょっと紙に書いてさ、持ってって。うん。最低限のことでもいいから話してみよう。うん、ね、はい、GB か、はい、そう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 、うん、大丈夫だよ、本当人と関わるの苦手でも、うん、はい、そうですね、あ、すごく大事なこと、七瀬先生が、鼻と目は脳の神経とつながっており、ね、まあまあまあ、咽喉科の、耳鼻咽喉科の、お間違いはダメですよと、本当ですよ、鼓膜はやめない、はい、あ、ありがとうございます、まとめます。はい、そうですね。夜に歯を磨く前にフロスを使おう。うんうん、そうですね。いや、来てくださいよ、七瀬先生ね。うん。はい。で、まあね、一応最後のまとめになります。ちょっとくどいようですけれども、あ、雷怖い。あ、雷だいぶ来てます？あら、まあ、うん。ね、ちょっと怖いですね、雷ね。はい。まあ、中耳炎。うん。これ、本当にね、なんていうの、小さい頃から良くなってくるんですけども、繰り返してると本当に良くないです。うん。なので、その繰り返してる場合は、必ずね、ちょっと大変ですけど、耳鼻科にきちんとかかってください。うん。で、それがこうね、悪化してってしまうと、本当に大事になってってしまうので、耳鼻科はね、必ず、中耳炎に関しては、あ、治ったとかじゃなくて、ちゃんとね、処置を最後までして、治ってください。治してください。はい。虫歯からね、そう、菌がね、脳にダメージを与えて死ぬってありますよ。直してくださいね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ということでね、はい、うん、歯は大事です。はい、うん、歯は大事。ね、歯がいいとね、歯はいい。なんてね、面白くないですね。はい、フロスマジ大事。そうです。マジ大事ですよ。はい。あ、メロマダさんありがとうございました。チーンってね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、残り1分ぐらいでなってましたね。はい。ね、ほんとね、わかんないからね。耳の中ってね、どうなってるかね、こう、ウイルスが入ってるかとかね、ほんとわかんないんで、うん、そう、ね、皆さんほんと注意しましょうね。チャイルドシートのラスカル、かわいいですか？あーね。うん、これね、だいぶ前に撮ったんですよ。まだ髭が縮れてないですよね。
可愛いですよね。うん、そうそう。はい、今宵もありがとうございます。ってことでね、ハワイ。うん、ラスプーチンありがとうございます。うん、そう、うん、ラスカルとプーチンね、はい、たまにプーチンも出てくるんですけどね。はい、うん、はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんですね、今日もですね、良い夢を見てお休みになってください。はい、では皆さんありがとうございました。おやすみなさい。